おす皆さん三日橋かってご存知ですかそもそもはしかって最近聞きませんよね日本農園っていうのも多分聞かないと思います実際に風疹とかはしかとか日本農園狂犬病ってもう私の記憶だとねここ30年ほど報告されてないんじゃないかなと思いますで今回ねその上でもなんかその風疹の予防注射をしてくださいよってことで 通知が来たんですよ。皆さんのところにもこれ来てると思います。でね、今回の風疹の予防接種なんですけども、本当に必要なのかなと思って、そもそも風疹とは何ですかっていうふうに聞いてみました。ね。風疹とは、風疹ウイルスによって引き起こされる感染症です。主に呼吸器を通じて感染し、発疹、発熱、リンパの腫れなどが主な症状です。つまり風邪をひきますよってことなんですよね。 で、この風疹という風邪の中でも特定されてる病気なんですけどもやっぱり予防接種を受けないと感染しちゃうのかなって思いますけどもそもそもね予防接種って感染のバクテリアやウイルスを少量打ち込んでおいて抗体を作っておきましょうってことなんですよですんでひどいことになるとねもう風疹ってのが事実上消滅してるのに予防接種を受けるとそこから感染するっていうことも起きるんですよつまり、 そのぐらいのリスクを抱えても予防注射をした方がいいぐらい蔓延しやすい時期なのかそれともほとんど世の中には駆逐されちゃって誰も風疹のウイルス持ってないからそもそも予防注射なんて余計なことしない方がいいんだよっていうふなどっちのバランスなのかなってことを考える必要があると思いますそれでね風疹の特徴とか注意点っていうのは本当にねくしゃみが出るとかね喉が痛いとかねなんか2週間ほど寝込んじゃうとかね本当風邪の症状なんですよ 今とななっては取るに足りないものです。ただ風邪は万病の元って昔から言うでしょ。それは風邪をひいて抵抗力が落ちてるときに食料事情が悪かったりとかあとは怪我をしやすい環境で働いてるとかすると破傷風になってそこから重病になっちゃったりとかねそれから風邪をひいて体力が落ちてるときに栄養をたくさん取らないといけないのに食べ物があんまりなくって、えー、それで需要競争が間に合わなくってまあ お亡くなりになってしまうっていうのはこれ昭和10年とか昭和20年のことですからね今ちょっとカロリーカターでダイエットしなくちゃっていけない時代なんでまあ風邪をひいて1週間ぐらい調子が悪い方がもしかしたらね体内のコンディションが整うのかもしれませんちょっと言い過ぎですけどもねそれはね、えー、ただやっぱり体の中の水分が失われるんで体温を下げないようにして 水を飲みながら脱水症状を起こさないようにして、まあ、汗を適度にかいた方がいいっていうのが、まあ、最近の力学じゃないですかじゃあちょっと話戻りますけども風疹ってものがねもしねこの日本からほとんどないっていう状態だったらこんなものを受けない方がいいわけなんですよですんで風疹の実績を見てみましたえっ、ー、と風疹発生動向調査国立感染症研究所です国の機関が出しています 日本の風疹の現在の状況は2013年には1万4344人で流行と言われてましたつまり1万人中1人が感染したら流行って言われてるんですよ1万人中1人ってどんなにレアケースなんだって話じゃないですかで2014年から2017年は減少傾向で2018年がそもそも3000人もかかってないんですよ ね、2019年は2,298人ですよそして2020年は101人202021年は12人で2022年は15人なんですよこんなね1億数千万人いる国で10人とか20人しか感染しないようなもう本当にね 奇跡みたいな確率でしかかからない病気に対してこんなものいるんですかっていうのが今回の私のお話ししたいことでございます。皆さんどう思いますかどうでしょうかねはい。じゃあ行ってらっしゃい。